皆さんこんにちは。今回は紅白歌合戦で起きた放送事故を7選紹介します。衝撃的なエピソードを紹介しているので、ぜひ最後までご覧ください。長渕剛。長渕剛さんはシングル雨の嵐山でデビューすると、乾杯やトンボなど数々のヒット曲を生み出してきました。また音楽だけではなく俳優としても活躍している長渕さんですが、1990年の紅白に出演した際、とんでもない言動で放送事故を引き起こしました。この日長渕さんはドイツのベルリンから生中継で出演しており、紅白史上初めての海外中継でもありました。そのような重大な仕事を任せられた長渕さんですか、なんと中継が始まった瞬間、開口一番に寒いも何も現場を仕切っているのはドイツ人ばっかりで、戦ってくれる日本人がいない、こっちはタコばっかりですと、とんでもない暴言を吐きスタッフを非難。さらに当初は10分間の出演予定だったにもかかわらず、なんと予定されていなかった曲を連続で3曲も歌い出し、予定より7分以上も押してしまうことになりました。そのせいで後の出演者たちの歌唱時間を大幅に削ることになり、大トリを務めた森進一さんの歌唱時間さえも大幅にカットされることになりました。当然このような大問題を起こした長渕さんは、他の出演者や NHK 上層部からブチ切れられることになり、しばらくは NHK を出禁にされていたようです。しかしそれから13年後の2003年には紅白に復帰しており、今度は幸せになろうよの1曲だけを歌唱し、おとなしく出番を終えました。また長渕さん自身も当時の問題行動に対し、あの頃は生意気なガキだったと話しており、当時迷惑をかけてしまった森進一さんのバックコーラスにも参加したりするなど反省しているようです。都はるみさんは1964年に困るのことよで歌手デビューすると、昭和40年代から50年代にかけて数多くのヒット曲を生み出し、日本を代表する女性演歌歌手となりました。そんな都はるみさんは1984年の紅白に出演した際、司会の決定的なミスにより放送事故となってしまいます。実ははるみさんはこの年の紅白を最後に引退表明をしており、この紅白がはるみさんにとっての最後の舞台でありました。そしてはるみさんは予定通り夫婦坂を歌い終えると、はるみさんの最後の舞台ということもあり、なんと客席からはアンコールが沸き起こりました。そのアンコールに応えるべく、当時白組司会を務めていた鈴木健二アナは、1分時間をください、今交渉してみますと言い、番組スタッフと話し合うと、なんと紅白史上初のアンコールが披露されることになりました。そしてはるみさんは無事にアンコールの好きになった人を歌い終え、会場中は鳴りやまんばかりの拍手に包まれたのですが、なんと歓喜を余った生方圭一アナは、もっとたくさんの拍手を美空都さんにお送りしたいところですが、何分限られた時間ですと発言しました。そう、生方アナは都はるみさんと美空ひばりさんがごっちゃになり、都はるみさんのことを美空都さんと言い間違えてしまったのです。この感動的なシーンでその言い間違いは、視聴者から数千件の苦情の電話が寄せられる事態にまで発展し、はるみさんにとってはかわいそうな最後になってしまいました。トンネルズは高校の同級生である2人によって結成されたお笑いコンビでありますが、歌手としても数々のヒット曲を生み出しており、シングル「情けねえ」は第22回日本歌謡大賞を受賞し、東京ドーム公演を成功させたりするなど大活躍されていました。そんなトンネルズは91年の紅白に出演した際、演出が原因で NHK の怒りに火をつけてしまうことになります。出番を迎えた2人は赤と白のボディペインティングにパンツ一丁で登場。際どい格好ではありますが、これだけではまだ炎上にまでは至りませんでした。しかしその後2人が後ろを向き背中を見せると、そこには受信料を払おうという文章が現れました。 NHK にとって受信料というのはデリケートな問題ではありますが、トンネルズはあえてそれをネタにし、お茶の間は大爆笑、視聴率 58.2% という好記録を打ち出しました。しかしこの演出に対し NHK 上層部からは、番組の品位を著しく貶めたと現場にいた全員に顛末書を書くようにと言われる事態にまで発展。視聴者からは好評の演出であったようですが、番組が盛り上がればいいという問題だけではないようです。森進一。
森進一さんは日本を代表する歌手の一人として1968年第19回の紅白から2015年第66回の紅白まで48回連続出場を果たしました。そんな森進一さんは1974年の紅白にて恥ずかしすぎる失敗をしてしまうことになります。この年森さんは初めての大トリを務めることになり、襟裳岬を歌唱していました。しかし歌唱中、なぜか会場中がざわめき始めたため、森さんの姿をよく確認してみると、なんとズボンのファスナーが全開で開いており、黒いズボンの股間部分から真っ白なシャツがベロンと出ていました。しかし森さんはそのことに全く気づいておらず、ワンコーラスを終え間奏に入った瞬間、急いで白組出演者たちが森さんのことを囲み、チャック開いてるぞと言いファスナーを閉めたようです。また森さんは出番の前にはこの年のレコード大賞を受賞しており、急いで NHK に駆けつけ紅白の衣装に着替えたため、かなり慌てていたようです。この放送事故は多くの人の記憶に刻み込まれることになりましたが、森さんにとっては一生の恥ともなる放送事故となりました。元木雅宏。元木雅宏さんは82年にアイドルグループ渋垣隊のメンバーとしてデビューし、88年には解散しましたが、その後は俳優として様々な作品に出演し活躍されていました。そんな元木さんは1992年の紅白に出演した際、過激すぎる演出が問題となり放送事故となってしまいます。この年元木さんはソロとしての出演だったのですが、なんと元木さんは白い液体が入ったコンドームをネックレス状にして首から下げた状態で登場。さらに途中からは巨大に膨らませたコンドームを持ちながら歌唱し、終盤にはそれを頭上で割り自ら顔面にかぶるという演出をしました。この過激すぎる演出に対し NHK には100件以上の苦情の電話が寄せられたそうですが、この演出にはエイズ撲滅のメッセージが込められていたそうです。エイズは1990年頃から急増し、エイズパニックと呼ばれる HIV 感染者に対する差別が頻繁に起きていたため、元木さんはこの演出でコンドームを使用することを訴えたかったそうです。しかし紅白にはふさわしくないあまりにも過激な演出になってしまい、苦情が寄せられることになりました。欅坂46。欅坂46は2016年にファーストシングルサイレントマジョリティを発売すると、いきなり26万2000枚を売り上げ、オリコン1位を獲得。さらに女性アーティストのデビューシングル初週推定売り上げとしても歴代1位の記録を樹立し、大活躍されていました。そんな欅坂46は2017年の紅白に出演した際、衝撃的な光景が映し出されてしまい、放送事故となってしまいます。出番を迎えた欅坂46は総合司会を務めていた内村照義さんと共に代表曲である不協和音を披露していたのですが、最後メンバー全員が逆三角形のフォーメーションになり、内村さんが皆さんも夢を歌いましょうと叫び、全員で決めポーズを取った瞬間、なんと左側中段にいた鈴本美優さんが突然仰向けに倒れ込んでしまいました。さらにセンターで踊っていた平手友梨奈さんと志田真中さんまで倒れ込んでしまい、3人は過呼吸状態になっていたようです。幸い命に別状はなく、3人はすぐに回復したようですが、この曲のダンスは非常に動きが激しく、体力をかなり消耗するそうです。さらにこの出番のわずか30分前にも同曲を披露していたため、連続で踊った彼女たちにとっては相当な負担が体にかかっていたのかもしれません。またレコード関係者は報道陣に、紅白にかける思いが強すぎてこのような症状になったと話しており、心と体両方がギリギリの状態でパフォーマンスをしていたようです。 DJ オズマ。DJ オズマさんは騎士団のボーカル綾小路翔さんが扮したキャラクターであり、金髪のアフロとサングラスがトレードマークになっています。そんな DJ オズマさんは2006年の紅白に出演した際、ヤバすぎる演出で大炎上してしまいます。出番を迎えた DJ オズマさんはアゲアゲエブリナイトを歌っている途中で服を脱ぎ出し、パンツ一丁になると、なんとそのパンツの股間部分にはキノコの模型がついていました。この段階からすでに下ネタ全開で紅白にはふさわしくない演出ではありますが、本当にまずいのはこの後であります。パフォーマンス
スが終盤に差し掛かってきた時、なんと女性も含むバックダンサー全員がパンツ一丁になり、 DJ 小妻さんと共に踊り始めたのでした。当時番組を見ていた視聴者たちは一瞬本当にパンツ一丁になっているように見えたそうですが、実は女性は本物そっくりの全裸スーツを着ており、本当に裸になったわけではありませんでした。しかしそのスーツのクオリティがあまりにも高く、遠目から見ると本当に裸に見えるため、総合司会の三宅民夫アナも裸ではありませんと説明しました。当然この演出に視聴者からはクレームの嵐であり、子供も見ている番組にふさわしくないといった批判が殺到し、当時の NHK 会長までもが謝る事態に発展しました。また DJ 小妻さんがこのような演出をした理由は受けるだろうと思ったからであり、パフォーマンスを終え楽屋に戻った時は大成功だと思ったそうですが、司会の三宅アナが必死に謝罪しているのを見て自分が大問題を起こしてしまったことに気づいたそうです。また DJ 小妻さんはこの騒動について、紅白歌合戦という老若男女が見る番組でやるのは違ったと話しており、反省しているようです。いかがだったでしょうか。今回は紅白歌合戦で起きた放送事故を7選紹介しました。この動画がいいと思った方はチャンネル登録高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。